沸騰したお湯の中にかぼちゃを入れて、今コトコト7分ぐらいですかね、煮込んだら、こうもう竹串がですねスッと入るようになったので、これがもう味付けしていいよという合図のようでございます。それでは、この本出汁をですねまず入れて、出汁を入れます。はい、出汁を入れた次はですね、醤油を入れていきたいと思います。これはですね見た目でいきましょう。多分大さじ何杯とかあると思うんです。でポイントとしてはやっぱりあまり辛くならないようにするのがポイントでしょうか。もうちょっとですかね。今お醤油を、大さじ6、7杯ですかね入れたと思います。だし入れて醤油入れて、そして最後には砂糖と聞いております。ということで、大さじ1杯ぐらいですか、大さじ2杯ぐらい、いやもう1杯、もうあと1杯入れちゃいます。で、かぼちゃが崩れないように煮込まないといけないです。本だし、だしを入れて、お醤油を入れて、砂糖を入れて味付けは、完了です。このあと、ある程度味が染み込むまで、煮込んで完成となります。